ゴミグモ属サイクロザは、小金グモ科に属するクモの分類群の一つ。ゴミを網につけてカモフラージュする種が含むことによる名だが、つけないものも多い。種類は多く、区別は難しいものも多い。小金グモ科の中では、あまり大きくならないクモの群。地味な、やや縦長の体格のクモであるが、外部形態はかなり多様である。共通の特徴としては、次の点が挙げられる。 ただし、腹部の形態については様々で、丸ゴミ雲などは、楕円形の腹部を持ち、後方への突出もない。しかし多くのものでは全体に縦長で、島ゴミ雲や大和ゴミ雲では、腹部後端が真後ろから斜め上に突き出る。ゴミ雲や四つでゴミ雲では、後方の突出は大きくないが、そこに円錐形の突起を複数つけ、 ゴミ雲ではさらに前方背面に型状突起を持つ。これらは褐色系の地味な色合いで細かな模様があるが地味で目立たない配色である。そんな中に銀色の臨場の部分を持ち銀色の金属光沢を持つものもある。銀メッキゴミ雲などでは背面の広い範囲が銀色に光る。オーストラリアのシートライロバータは背面に赤、オレンジ、 銀色などの縦縞を持ち、複数が密集して網を張っている様子は宝石のようだとのこと。性的二なりははっきりしており、オスはメスよりはるかにキャシャで小さく、メスの姿をそのまま小さく痩せさせたような姿である。ほとんどは垂直縁網を張り、常に網の中心に雲が陣取っている。網は比較的目の細かいものである。しかし、 例えば丸ゴミ雲は水平円網を張り、しかもその網の上に乗る形で定位する。これは円網を張る雲全体でも珍しい形である。一部の種は網に食べ残しの餌などのゴミをつける。ゴミは網の中央を含んで縦に細長い形にしており、雲が網の中心に下向きに静止するとゴミに紛れて姿がわかりにくくなる。これは カモフラージュの効果があると考えられる。ゴミ雲の名はこれに由来し、英名ではこのタイプのものをガーベジェラインスパイダーというようである。この種では腹部の前に一体、後端に複数の突起を持つのもゴミに紛れる上で効果を上げているように見える。ふわしもあまり伸ばさないで東京部に引き寄せてあり、これも外見をごちゃごちゃにさせるように見える。 日本産の種ではこの他に四つでゴミグモなどもゴミをつける習性がある。しかし、ゴミをつけない種も多く、日本では銀メッキゴミグモやカラスゴミグモなどはゴミをつけることはほとんどない。そのような種では隠れ帯をつける例もある。また、銀長ゴミグモは網の真ん中に上向きに定位して、ふわしを伸ばし気味にするし、カラスゴミグモでは斜めに静止することがよくある。 乱納は、ゴミ雲などゴミをつける種ではゴミに紛れるように網の上に複数を並べる。これに対して、ヤマトゴミ雲などは、網の近くの木の枝などの基板上に、半球形の乱納を貼り付ける。この属は、六つ星鬼グモ属や片張り鬼グモ属と、姉妹群をなすと考えられている。世界中に、約120種が知られ、日本からは22種が記録されている。ただし、 分類は難しい。他の族との区別は比較的簡単なのだが、族内に非常によく似た種がいくつもあり、また個体変異もあって判断が難しい場合もある。それらの中には正規を確認しなければ判別しないもの、オスでは生殖器で判別できるがメスでは、それが難しいものなどが含まれている。以下に日本産の種を示す。それ以外のものについてはこの項を参照されたい。 メーン、P206 アストリアンドリロイ、P63。ありがとうございます。